久しぶりでございます。みなみんです。今ですね、実は沖縄におりますでございます。全然動画更新せずに、動画撮ってたんですけど、編集してないので上げれずっていう状態で。 そしたら、仕事で沖縄に来ることになったので、そしてが多いな。コロナで、ちょっといろいろ状況が変わって、ちょっと予定より早く帰ることになったので、また熊本に戻るんですけど、もうすぐですね。なので、ちょっと今日報告動画みたいにして撮ろうかなと思って撮りました。なので、このチャンネルは編集してないのを 頑張って編集するか、沖縄での Vlog みたいなのも結構いっぱい撮ったので、それも早く編集してあげたいなと思ってるのと、この前カーテン染めたじゃないですか。でもまだレースカーテンつけてないんですよね。そのレースカーテンの案もいいのを思いついたので、それをやりたいんですけど、ちょっと待って、車。レースカーテンを DIY したいんですけど、絶対時間がめっちゃかかるやつなんですよね。なので、そして大型の作品なので、ちょっと練習でマスクを同じ感じで刺繍して作ろうかなと。そう、刺繍したいんですよね、レースカーテンを。なので、ちょっとマスクで練習してから、試してみてからね、その動画を撮って次レースカーテン作ろうかなって今は思っていて。そうそう、なので今作って編集してないやつ、そして沖縄の Vlog、 そして DIY の今後のレースカーテンが今のところ案としてある 感じですね。いつになるか、どうなのか。 あ、そうそう、最近踊ってまして、TikTok も始めたので、なかなか私の周りの人 TikTok してる人いないので、全然知り合いにフォローされてないので、是非フォローしてくれたら嬉しいです。はい、そんな感じでした。ではね、あとちょっとの滞在、私は楽しんでこようと思います。皆さん元気で、バイバーイ。綺麗な沖縄の景色をどうぞ。撮れたかな、ちょっとうちカメラだからわかんないけど。ありがとうございました。バイバーイ。